日本スケート連盟は26日、東京都内で理事会を開き、2024年度の事業計画を決定した。フィギュアスケートの全日本選手権は、大阪府門真市の東和薬品楽タブドームで12月19から22日に開催されることになった。2年に一度実施される国別対抗戦は25年4月17から20日に東京体育館で行われる。また、 26年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ・トーオリンピックを見せ、ミラノから車で約1時間のイタリア・バレーゼ県と契約し、ゴリンジに拠点とするリンクで3日間の現地合宿を実施する計画を公表。合宿期間は8月12から18日の7日間で、女子で世界選手権3連覇中の坂本香里選手、シスメックス、や男子で24年世界選手権銀メダルの鍵山優馬選手、 オリエンタルバイオ中京大、らが参加する。倉沢ひとし、日本スケート連盟が発表したイタリア合宿の参加メンバーは次の通り。継承略、男子イコール鍵山、山本壮太、所属未定、三浦義夫、オリエンタルバイオ名大、佐藤春、エームサービス名大、女子イコール坂本、千葉もね木下アカデミー吉田ひな、木下アカデミー、三原舞、 シスメックス、ペアイコール三浦陸、木原隆一組、木下グループ、アイスダンスイコール吉田歌名、森田正也組、木下アカデミー。